次です。27年前ロサンゼルスで三浦知良元社長の妻が銃で撃たれて死亡したいわゆるロス疑惑。日本で無罪が確定した後サイパンで逮捕された三浦元社長が移送先のロサンゼルスで自殺し、三浦元社長に対する司法手続きは打ち切られることになりました。ロサンゼルスから中継です。三浦元社長の突然の自殺はこちらでも大きな衝撃を持って受け止められました。事件の解明に乗り出そうとしていたロサンゼルス市警察は11日午前急遽記者会見を開きました。それによりますと三浦元社長は現地時間の10日午後9時45分ごろ拘留されていたロサンゼルス市警察の留置施設の独房でシャツの一部を首に巻いた状態で意識を失っているのを見回りの係官に発見されました。三浦元社長はすぐに病院に運ばれましたが間もなく死亡が確認されました。警察は三浦元社長を24時間監視が必要な対象としておらず自殺は想定していなかったと説明しました。The detention officers assigned to the portion of the jail housing Mura had conducted a required cell check with nothing unusual to report approximately 10 minutes prior to the request for medical assistance. This was an act by an individual with that will probably, and the reasons are that individual's. I cannot speculate as to that. 昨日の面会された時はもう非常に元気だったですからね。信じられないですよ。だから、まだ私の方はやっぱり30何時間も飛行機乗ってきてるからお疲れでしょうかって言ってるわけですよ。だからもう疲れてないと元気ですよっていうような話しましたしね。それからもうあとは読書の話したとかね、あの本を読めないからと、だからここは仮講習だから本は読めませんよと言って分かりましたと。であとあの食べ物についてはアレルギーがあるからその揚げたものはダメだからって、その時も何のその兆候もなかったんですよ。三浦元社長は14日には妻が殺害された事件をめぐって裁判所に出頭することになっていました。事件発生から27年、日本で無罪になった三浦元社長を再びアメリカで裁くことができるのか、また裁判になればアメリカでどう判断されるのか、大きな注目を集めていましたが、三浦元社長の突然の自殺でアメリカの捜査当局の追及は幕を引くことになりました。でロス疑惑と呼ばれるこの事件はマスコミの報道が先行する形で捜査が進められる異例の経過をたどりました。三浦元社長と妻の和美さん、昭和56年ロサンゼルス郊外で和美さんが銃で頭を撃たれて死亡、三浦元社長も大怪我をしました。和美100回近く何回も呼んだんです。そしたら何にも返事しないし。3年後一部の週刊誌が疑惑の銃弾として事件を取り上げたのをきっかけに報道は過熱、疑惑という言葉がこの年の流行語になりました。その後捜査が本格化し、三浦元社長は和美さんを知り合いの女性に襲わせて怪我をさせたいわゆる殴打事件で殺人未遂の疑いで逮捕されました。和美さんが殺害された事件についても知り合いの男性に銃撃させ保険金目当てに殺害したとして殺人などの疑いで逮捕されました。三浦元社長は一貫して無罪を主張、殴打事件については有罪判決が確定し、銃撃事件は平成15年に最高裁判所で無罪が確定しました。今日の判決自体当初から確信してましたので。この間事件と関係のないさまざまなプライバシーまで報道され、三浦元社長は名誉毀損やプライバシーの侵害にあたるなどとして合わせて数百件に上る訴訟を起こして相次いで勝訴しました。逮捕された時警察が報道陣の前を手錠と腰縄をつけた姿で歩かせたことについて訴えた裁判では、
警察の行為は違法だという判断が示されました。こうした中、マスコミ各社の間でも容疑者の人権への配慮を改めて考えようとする動きが広がりました。日本で無罪が確定してから5年経った今年、三浦元社長は突然サイパンで逮捕されます。 This warrant for Mr. Miura was issued charging him with his wife's murder and conspiracy to commit his wife's murder back in May of 1988. It has been an active warrant since that time. 今年2月、旅行先のサイパンで地元の検察当局に逮捕されました。私はアメリカから逮捕状が出てるなんてことは1週間前エアポートで初めて知るまで1回も知ってませんし、逃亡なんかしていません。和美さんを保険金目当てに殺害した疑いと、殺害を計画し共謀した疑いでした。三浦元社長側は同じ事件について2度裁くことを禁じた一時不再理の原則に照らして逮捕状は無効だと主張。しかし、ロサンゼルスの裁判所は先月、共謀の容疑については日本に共謀罪がなく裁かれたことはないとして有効と認める決定をしました。サイパンでの逮捕から7ヶ月余り、三浦元社長はロサンゼルスに移送されました。このわずか半日後、三浦元社長は自ら命を絶ちました。三浦元社長が自殺したことについて関係者に聞きました。で、彼はロスへも行きたいって自分から言っててね、12時間後に死にますか、いろんな面もいっぱい持ってるし、それから社会との接点も、あった方がいいって僕も言って、彼もそうしたいって言うんで、じゃあ三浦さんの本式を出そう、そのくらいやろうっていうのにね、なんでっていうところまだ信じてないですけどね。長期の拘束っていうのは、たとえその自由な、ね、状態に置かれたとも、次第にやっぱりそのもぞく精神的にね、疲れを与えるもんですからね、まあ、保護できなかったっていうことを考えれば、やっぱりそういう待遇を、処遇を、あと扱いをしたね、アメリカ政府なりカリフォルニア州に対してね、きちっとやっぱ真相をね解明して責任の所在を発揮させてくれということを堂々とやっぱりね、主張すべきじゃないかなと。神奈川県平塚市にある三浦元社長の自宅前で関係者とみられる男性が配った親族から出されたというコメントには、拘束中最低限守られるべきことがなぜこのような事態になったのか、悲しみとともに遺憾に感じております。日本政府からも早急な事実確認をお願いしたいと思いますと書かれています。三浦元社長が日本で昭和63年に殺人容疑で逮捕された当時、警視庁の捜査一課長として捜査を指揮した坂口勤さんは、日本では無罪となったが、アメリカの捜査で真実が暴かれればと期待していたが、これで全ては闇の中だ。裁判で真実を知りたかったが残念だ。三浦元社長はアメリカの司法制度ではとても無罪は勝ち取れないと思ったのではないかと話しています。ロス疑惑の銃撃事件から27年、アメリカでの司法手続きは三浦元社長の突然の自殺で打ち切られることになりました。